金が足らんから給食でなんて言ったわなんですよ学校は。今日定例会見で川村市長が触れたのは東海テレビの取材で分かった PTA の寄付をめぐる問題です <laughs>、えー。一番金額が大きかったのがエアコン89万8千480円です。先週17日市教委は PTA から私立の学校などに。 過去5年で備品など1億8000万円分の寄付があったと発表その8割については寄付を受け入れていいか判断する手続きがされていませんでした本来税金を当てるべきものまで保護者に負担させていたのではないのか 学校が必要なものというものは、当然、公費で賄われるべきものが基本にはなりますので、ただ、その上で,で、あくまでこの自発的な寄付、PTA の皆さん方が、その学校の子どもたちのために使ってほしいとお申し出があれば、その自発的な寄付については、否定されるものでもなく、寄付をいただくことは差し支えない教委は、自発的なので問題ない。

自発的と言えない寄付もあるのではないかとして市教委の立場に疑問を呈しました寄付は本当に自発的なのかチェックする新たな基準作りに市教委はこれまでのところ後ろ向きな姿勢ですまあできたら禁止はしたねやけど今の状況ではまあやめてちょうというよりしょうがないんだけども はい、明らかになった PTA から学校への寄付、市教委は自発的だから問題ないとしていますがそれでは当事者はどう考えているんでしょうか PTA 側名古屋市の PTA 協議会の会長は取材に対し PTA もこれ決して好きで寄付をしているわけではない、まあ、学校を助けるため仕方なくということですよね。また教育行政が専門の福島淳教授はこのように言っています。はい 寄付が本当に自発的と言えるかは、各 PTA の入会がそもそも強制になっていないかもポイントだとしています。それでは支教委はと言いますとこちら。はい、え寄付が自発的かどうかを判断どう判断するかについては、まあ寄付という時点でそもそもこの行為自体が自発的なものであるという主張を繰り返していまして、仮に学校側から何かを求めるようなやり取りがあったとしても、それを最終的に寄付することを決めているのは PTA だとしています。 この自発的かどうかというところで、まあ、PTA 協議会の会長さんがおっしゃることと司教委とは乖離があるんですけれども、はい、そもそもこの PTA の、うん、まあ集めたお金というものを自発的に まあお金使ってくださいって申し出があったかどうかっていうところも、うん、はい、はい、あの自発的かどうかって最終的にわからない場合ってあると思うんですよ、えー、なぜあの今回こういった手続きが定められたかというまあ根本に立ち返る必要があると思うんですよね、えー、結局自発的なのか自発的じゃないのかもう片方から言わせれば自発的かもしれないっていうような現象が現れないために事前にしっかり教教育員 手続きを定めてあの恣意的なこうやり方とか力関係のもとでの寄付が成り立たないようにしようというのが本来の手続きの趣旨ですから、はい、それを単に形式的なものがなされなかったからいいんだというような形で申、うん、し開きをしてしまうというのは私は非常にこうコンプライアンスの意識としては問題だなと思いますね。